すぎ怖すぎすげえよ、いつもの速い音がしたからしょっぱらめっちゃ回したよね。いやもう途中でもうリアブレイクしまくってもうドリフトみたいになってえこれダメだってなって途中から抑えモードに入った。明らかに違う。いやだってさすがにこれやべえよマジで。危ないでしょ。いや怖えこれ。いや無理無理やばい。さすがにやばい。いや、アクセル開けると無理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 。だってリアブレーキめちゃくちゃ効かない。これめちゃ効く。そうなんだ。リアブレーキ俺結構使うんだけど、これ使うと思う。効くっていうかタイヤが食わない。リアのね、もうフロントしかブレーキ使えなくて。そう、怖えこれマジで怖えのって。緊急戦だな。うわっていうか無事に帰ってきてよかったよ。もう俺途中で一回ケツ出てからもうダメだ、これダメだ、無事に帰ろうと思ってこの加速を味わえただけでいいやと思って急にね、それがね抑えモードになったのがもう顕著に分かる。いやR6 乗らせてもらったんですけど、ウェットなんでちょっと最初初っ端からリアの方がズルズル滑っちゃって、ブレーキでこう流れたりアクセル入れるとズッってなったりして、もうビビっちゃって、全然もう直線で回せただけでもう満足できたんで、ちょっとねいい経験をできたなという、ちょっと走れただけでも満足なんで、ちょっと怖すぎて俺には扱えないです。これで本当速く走ってる人たちマジですごいと思う。はい、っていう感じです。マジで。温泉行くぜ。いや、お疲れ様でした。ちょっとサーキット後の温泉入ってきたけど、サービスショットはなしです。いやでも最後R6 乗って筋肉痛が一気に来た、疲れが。いやこれから横浜帰れなかったでな。という感じで以上です。